本日もすどうもチャラエンターテイメントアップのチマディ、今回はドリームソフィアやってまいりたいなと思います。今日がシルバージャックポットが3000溜まってるんですよね。ってことはドリームソフィアやれば割と楽にいけんじゃねっていうことでドリームソフィアやります。ライとしてはジャックポットあるけど多分これ進化しちゃうんじゃないかなって思うんで、どうせ進化するんだったらスーパージャックチャンスまで持っていきたいなと思っております。それでは本日もドリームソフィアやってまいりたいなと思います。パーヤチャクゴールドカチャン、今ゴールドが1700枚ですね。でシルバーは3400枚でございます。おー、このルートやばい、やばいルート、オーケーの乗り越えた、乗り越えていく、すげーないやつ、うお乗り越えた、シルバー過ぎてて、これは入ってしまった。さあパズルゲームやってまいります。もっとなんか挟まってる、あいつないや、まあグランプリゴールドじゃないんで、あの赤は関係ないんで、あのままにしよう。素晴らしい。そろそろ赤入れたい。ああそういうこと。赤入ったと思ったらパープルでござった。てるけどあんま伸びないようだったらおしまいかなって感じですね。田中田中田中まさよし、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 田中田中、やったぜベイビー、
ちょっとでかい写真欲しいよ。4、2、3、2、ちょっと増えた。おそらくこれラストでございますね。シルバーなさそう。うわー、なんかお隣の雰囲気が、お隣の雰囲気が、おー耐えていく、まだ耐える、おー耐えた。そやけー、入らないんですわな。おー粘って、チャンス。ちなみに今確変です。まあ、終われってことを考えるとダイレクト系が嬉しいかもね。それはでかい。セキュー、意外とフィールド差ってるねんな。まあ、ちょっといい感じになるまでやります。田中正義マジでやばすぎ。あやさせーくんじゃくまちゃん。さて、なんか内部が良くなってきて永遠に楽しめるパターンになってきたけど、いけー、しかしながらボールスロットさんはさよならですね。
我慢してたけど歌っちゃいました。もう黙ります。久々な気がするな。本日はドリームスフィアでちゃんと勝つことができて終わることができました。それでは今回の日常をお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ。